今度のお出かけは水族館に行こうか。水族館、お魚。いいですね、水族館。私もペンギン見たくなっちゃいました。でもロイドさん、お疲れのご様子ですが大丈夫ですか？いえ、これくらい問題ないですよ。てなわけで週末を楽しみにしてろ。ボフもだけど、やっぱり社会貢献とかもしないと難しそうよね。とにかくできるところからコツコツやっていくしかないわね。一緒に頑張りましょう。Thank you.
って掃除しろ。こいつの嫌味なんて気にしないで一緒にお掃除頑張りましょう。アーニャちゃん、おきどき、お掃除ミッション開始。まずほこり払う、それからほうきで掃き掃除。その調子よ、アーニャちゃん。早く掃除終わらせてお家に帰りましょう。もっとエレガント、校内を走り回るんじゃない。常にイーデン校にふさわしい振る舞いを心がけるのだ、フォージャーよ。ふさわしくしたら星も取れるます。もちろんだ。大切なのは日々努力を続けることだ。うい、頑張ります。はい、玉ねぎが安かったので。おかえり。はっ。アーニャさん、何を描いているのですか？今、アジトのマップを作っている。アジト？このお家の地図に見えますが。そう、秘密組織 B2 のアジトだ。なるほど。リビングには何て書いてあるんですか？ここは司令室だ。毎日情報を集めている。それでは私の部屋は秘密の場所？母の部屋は秘密を知ったら生きては帰れない。そんなことないですよ。アーニャ、勉強の時間だぞ。ふふ。そんな顔をしてもダメだ。この時間から勉強の約束だったろ。任務のために娘を教育するその姿、素敵、好き。ああ、その姿をずっと見ていたい。そして本当の妻として一緒に生活を。そのためにはヨルフォージャ、あの女から妻の座を奪わなくては。私が妻になり、先輩を超絶サポートする。任務成功のため娘の教育は徹底管理して。アーニャ、このお姉さんが母になるの断固拒否。なんで二人は無言で見つめ合ってるんだ？ただいま。ん？何をやっているんだ、アーニャとヨルさん。
です。そうでしたか。母子の交流は順調と言えるな。仲が深まることはこの任務でも有利に働くはずだ。なんだか楽しくなってきちゃいました。アーニャ、よかったな。はい、母とのお絵描き楽しい。そろそろご飯の準備をするか。掃除を終わらせろよ。そうだそうだ、ダミアン様の手を煩わせるな。庶民はほんとどんくさいですね。ムカつくけど我慢。次男と仲良くならないと世界平和が。こら、アーニャちゃんをいじめるのはやめなさいってば。インペリアルスカラーになりたいならもっと大人になりたい。なんだよ、お前には関係ねえだろ。行こ、アーニャちゃん。あんな奴らと喋ったって無駄よ。ベッキー、かっこいい。大丈夫よ、アーニャちゃん。何かあっても、私が守ってあげるわ。あら、ありがとう、アーニャちゃん。このハンカチ、すごいふわふわ。わかる？普通のハンカチと違って素材がいいの。デザインも可愛いし、手触りがいいところも気に入ってるのよね。癖になる触り心地。よね。そうだ、アーニャちゃん、よかったら今度このハンカチのお店に行ってみない？いろんなデザインのハンカチがあったから、きっとアーニャちゃんの好きなものもあると思うわ。先生、掃除終わりました。おお、すっかり綺麗に。ん？
何かまずかったですか？あ、次男の肩にでっかいホコリついてる。ホコリ？おい、ほんとだ。気をつけたまえ、ダミアン・デズモンド。服装の乱れは心の乱れだぞ。気をつけます。服が汚れるほど掃除を頑張ったということだな。その努力はベリーエレガントだ、デズモンド。はい。よかったな、次男。見てんじゃねえよ、チンチクリン。おかえり。この部屋のどこかに必ずあるはずだ。先輩、何を探しているメス？父に隠されたピーナッツだ。 P2 にとってピーナッツは必須。必ず見つけてみせる。アーニャさん、あまり散らかしてはダメですよ。ここにもない、こっちにもない。この引き出しの中は。あった！さすがです、先輩。アーニャさん楽しそうですね。それがイーデン校から出された宿題か。お前向きの宿題だが、普段もそれくらいやる気ようだな。まあまあ、ロイドさん、アーニャさんが宿題にやる気いっぱいなのはいいことですよ。それでアーニャさん、お友達はどなたを描くつもりなんですか？ベッキー。ブラックベル家の娘か。アーニャとはかなり親しくなっているようだな。アーニャさんとベッキーさんは本当に仲良しですね。うい、アーニャとベッキー仲良し。そろそろご飯の準備をするか。
と星いっぱい集めれます。
ママーフ。リニューアルしたばかりだから安心しろ。あーにゃ、またいっぱいペンギンさん見たい。ペンギンパークか。そういえばロイドさん、以前もペンギンさんに夢中になっていましたね。あの、ロイドさん、可愛いペンギンさんに出会えるといいですね。え、あ、ああ、そうですね。なんだ、ヨルさんはペンギンが好きだったのか。父と母愉快。まずはペンギンコーナーから行くか。ペンギン好き。見る。ペンギン。ミャー。ミりに買い物もしていきましょうか。いいですね。アーニャさんは何か食べたいもの。アーニャ、ピーナッツがいい。わかったわかった。Huh?
お出かけ楽しかったですね。ブッフー、次はどこに行きましょうか。皆さんと一緒に決めましょう。次のお出かけは噴水広場か。心配ないと思うが、万一のテロにも備えて。噴水広場不満？いかん、いつもの癖で。そんなことないぞ。ほら、お出かけの準備をするぞ。わからない。もうアーニャちゃんったらまだまだ子供ね。もうちょっと大人になったらきっとわかるようになるわ。女同士の駆け引き、恋のためには負けられない戦いに挑むものよね。はっ、女同士の戦い、アーニャ見たことある。女同士の熱い戦い、アニメでやってた。なんだ、アニメの話か。折れかけてる。だからせめて一生懸命お掃除する。いや、勉強も運動もしっかりやれよ。アーニャが一番にスターライトアーニャになったからって怒るな。怒ってねえよ。その顔。
茶をやめろ。あーにゃ、ちょっとお掃除疲れちゃったな。ノットエレガント、今は休憩時間かね、フォージャー。身の回りを美しく保つのもエレガンスを身につけるためには重要なのだぞ。掃除はサボらずきちんとやることだ。わかったかね。はい、頑張ります。あのチンチクリ、怒られてやんの。デズモンド、手が空いてるなら紳士らしくフォージャーを手伝ってはどうかね。次男、いい君。新しい任務は C 暗号での指令か。まったく、本部の人手不足は深刻になってきたな。ぼやいていても始まらないか。さて、勇敢で暗号を照らし合わせて。なんだ、勇敢がない。どこへ行った？確かに買っておいたはずだが。アーニャ、お前が落書きしているのは、それは置いてあった新聞紙。書き心地がいい。アーニャ大満足。今日の勇敢、お前、それはな。ふんふんふん、父と母、アーニャと仲良し家族。アーニャ、お絵描きをやめて話を聞け。ふんふんふん、お絵描き、お絵描き。アーニャの絵を見てる。アーニャの芸術性に気づいた。父、母、できた。アーニャ上手に描けた。な、ああ、あれは一体何だ。全くわからん。アライグマ、いや、クマか。ガーン。わあ、アーニャさん上手ですね。えっへん。なに、ノルさんはわかったのか。こいつが何を書いてるのか。母親だからわかるのか。子供の描く絵って不思議ですよね。何かは分からなくても楽しさが伝わってきます。はあ、父、何か分かる？もちろんだ。これは
クマさんだろ。まさか。もしかして違ったのか。違いました。これはかなり難問ですね。これはキリンさんですよ。この首の長さはそうですよ。いや、この縞模様はシマウマだろ。でもこの模様だとチーターさんかもしれません。パンダという可能性も。父と母、的外れ。答え、牛さん。ボフボフ。ボンドなら分かってくれるはず。ボフボフボフ。これが新人くんの定め。なるほど、まだ新人さんでしたね。うい、世界の平和は君にかかっている。それはますます応援しないといけませんね。うい、私が秘密組織 P2 のボス、キメラ長官だ。君が新しく入った新人くんだね。水族館から来たペンギンと申するます。よろしくお願いするます。うむ、エージェントアーニャくん、レイのものを。うし、半分こしたピーナッツをお互い食べる儀式。それをやると正式に我が組織の一員と認められるのだ。ポリ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 。今日から君たちは仲間だ。平和のために頑張りたまえ。うい、エージェントアーニャ君、新人君に我がアジトを案内してやりたまえ。おきどき、ここがアジトの司令室だ。この機械で毎日情報を集めている。アニメを見ている。こいつはエージェントチッチ、何でもできるスーパーエリートだ。なんだ、スパイごっこか。こいつはエージェント母、強いけどあとはダメだ。そんなにダメですか。二人ともアーニャの立派な子分だ。次はこっちだ。我が組織の最大の秘密の場所。この部屋の秘密を知ったら生きては帰れない。では。こら、何してる。勝手に入ったらダメだとあれほど言ったろ。いや、ハサミとかストーブとか危険なものがだな。本当はもっと危険なものが。そうですよ、ダメです。私の部屋にも毒針などが。まずいぞ。このままではオペレーションストリクスが瓦解してしまう。先輩、世界平和のためには泣いてる場合じゃないですよ。アジトの案内はこのくらいにして次の任務に向かいましょう。そうです、悪い奴らをやっつけに行きましょう。よし、ついてこい。お前ら二番街のお菓
悪者に乗っ取られた。助けに行くぞ。え？気をつけろ。敵の罠が仕掛けられてるかもしれない。さすがっす先輩。何あれ、仲良し家族ね。スパイは目立ってはいけない。姉さんから聞いたが、この前のテストは赤点取らなかったんだってな。おじのおかげ。全部合わせたら100点超えなんですよ。わあすごいや。え、全部合わせて。これで父の任務はギリギリセーフ。うん、そろそろご飯の準備をするか。してる？うい、アーニャ最近勉強頑張ってる。そう、それだったらいいんだけど、私アーニャちゃんとクラス別々は嫌よ。
アーニャもプッチやだ。だから勉強頑張る。うんうん、その息よ、アーニャちゃん。ご褒美も何にするか決めなくちゃね。ご褒美？そうよ、私たちテスト頑張ってるんだからさ。頑張った時にはご褒美がつきものじゃん。アーニャピーナッツ欲しい。前もそんなこと言ってなかった？まあ買ってもらえるとは思うけど。ピーナッツ。私ね、アーニャちゃんを見てるともどかしいの。ほう。アーニャちゃんはあいつのどこが好きなの？好き？誰？もう照れちゃって。ダミアンのことよ。いつも影から見てたりするでしょ。目で追いかけたりとか。父と母、ボンド、好き。ピーナッツとアニメ、好き。次男、別に全然。もうアーニャちゃんってば照れちゃって。大丈夫よ、アーニャちゃんがあいつに気に入られるように手伝ってあげる。ベッキーに任せたらアーニャプラン B うまくいく？ここは私の腕の見せ所ね。何する？そうね、男なんて結局女の見た目に騙されるのよ。おしゃれして可愛くなればあんなやつイチコロよ。ほう。ってわけでまた一緒にお買い物に行きましょう。アーニャちゃんに似合う服選んであげる。アーニャちゃんならガーリーなコーデやクラシカルスタイル、ちょっと甘辛スタイルで攻めるっていうのもいいかもしれないわね。スクールボーイ風や最新のスペースコーデも可愛いと思うわ。私には劣るけど。じゃんじゃん試着して殻を破って新しい自分に生まれ変わるのが大事よ。私ほどじゃないけどどれも似合いそうね。迷っちゃうわ。おしゃれの向こう側に手を伸ばせばアーニャちゃんは注目の的よ。おしゃれ大変。どれがいいかわかんない。そうね、あいつの好みがわからないと方向性が絞れないわね。でも相手の好みに合わせるだけがおしゃれじゃないわ。アーニャちゃんは好きな服とかないの？アーニャお洋服よりアニメグッズにそそられる。まあアーニャちゃんらしいわね。相手してねえであっちで勉強しようぜ。はい、ダミアン様。じゃあな、お気楽ちんちくりん。